その意味は星空を描く。どうも、弓代かなだです。今回は先日小林太郎さんのライブを見に行かせていただいた日の Vlog を楽しんでいただけたらなと思っております。それでは行ってみましょう。どっち？どっち？こっち？こっちだ。もう真夏真っ盛りで、もう少しで俺たちが小学生なら夏休みが終わるわ今日は小林太郎さんのライブを駿河と見に行ってきます。お前その並んでサングラスをちょっとはずいわなんだこの2人は。なんだってスタバで軽く、コーヒーを飲んでから移動中なんですけども、まあライブまでまだ少し時間があったので、何かお茶でもしていこうかという話になり、何やらいい感じのカフェを発見いたしました。最近若干のカヌレブームが来ているので行ってみようかなと思います。大混雑だったので諦めてライブへ向かうことにします。渋谷ストリームホール、レッツゴー。小林太郎さんは、僕も駿河も、地元が静岡県の浜松市なんですけども、浜松市が生んだもう本当にスーパーロックヒーロー、いつまでも憧れの人で、そんな太郎さんが結構久しぶりだと思うんですけれども、ワンマンライブをされるということで行かせていただきましたね。はい、ありがとうございます。それでは楽しんでいきます。行ってきます。ライブが終わりました。本当に同じ地元浜松のスーパーヒーローで僕らの憧れの太郎さんなんですけど、めちゃくちゃかっこよかったです。瀬取りもね、瀬取りやばかったよね、うん、超かっこよかった、はい、法話とかもだし、もう聞きたい曲がもう本当にめちゃくちゃ聞けましたね。ギターロックいいねちょっとなんか明日撮影あるんですけど、普通にギター持ちたくなったもんね。フライング V、 僕がやっぱあのフライング V をねこう持ってるっていうのは、例えば小林太郎さんと、そしてあのレーダーさんの影響が大きいんですけど、ロック最高。ライブ後、このね余韻をちょっともう語り合わずにどうするということで、先ほど大混雑だったお店にちょっともう一回ね見に行ってみたところ、今度は、席があるということだったので、少しライブ後の余韻を、するかと楽しもうということで来てみました。このカヌレの選べるバリエーションが非常に多くてですね、魅力的だったり、なかなかなんかこう大理石柄って僕好きなんですけれども、あの大理石のテーブルにいい感じの空間が出来上がっております。普段はこの時間は食べないんですけど、今日はね、駿河といるので楽しく語りながら食べようかなと最近若干のマイブームになっているカヌレなんですけどまあこの若干のマイブームいつまで続くかっていうなんかこう甘いものは定期的にブームがあって、チーズケーキとかチョコとかはずっと好きなんだけど、なんかこうチョコチョコレーズンサンドとかカヌレとかまあフレンチトーストとかもその部類なんだけど、そういう自分の中でのなんかマイブームが若干ローテーションしてるところはある。まあでも今日は小麦粉ぶち込んでこようかなと素晴らしいライブの余韻で、なんか SE が坂本龍一さんの僕も大好きな戦場のメリークリスマスから始まって、さすが太郎さんだなって思いました。ギターの音が良すぎてやっぱライブをね見るっても本当にいいですね。ちょっと早くライブしたい、ライブしたいです。爆音で10月23日にスペシャルな
バスでやらせてもらうんですけど、シクヤレックスでスターダストフェスとかいう名前で僕がね、日頃いつも一緒に音楽させていただいてる仲間や先輩方と一緒に作り上げる、まあ、僕のバースデーっていうよりもう本当にシンプルに最高な音をね聞きに来てもらえたら嬉しいなと思ってて、皆さんぜひ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 チケット発売中です、よろしくお願いします。はい、鶴ヶもね盛り上げてくれるんで。もちろんです。オールライズがこの日ついにライブがあるということで、もういろいろとね見逃せない一日なんですよ。めっちゃ熱い感じの一日になるんで楽しみにしててください。お願いします。そしてね、なんかもうめっちゃ美味しそうなのがいっぱいあって、すぐがどれでした？バニラと抹茶となんだっけな、あ、プレーンじゃん、プレーンだ。来ました、カヌレと、カフェラテ、そして駿河はカヌレ3つと、これカヌチーノっていう飲み物らしいんですけれどもね、おそらくそのカフェラテの中にカヌレをつけて食べるじゃないのかな。僕フランスにね憧れがあるんですけれども、蓋がついてた、フランスだとこうクロワッサンとかカフェラテにねつけて食べたりっていうのがあるそうなので、もしかしたらそうなのかなと思ったり。食べよう、お味は、うん、うまい。いつかフランスに行った時はですね、僕の大好きなチョコレートとかボンボンショコラとか、このカヌレもねフランス発祥のお菓子だと思うので、ぜひ大量に食べたいななんて思っていたりします。あ、落ちました、ラムコちゃんちょっと落ちました。プレーンもめっちゃ美味しくて、カヌレって結構その外が硬くなりすぎると、外の硬さとちょうどいい感じでした。そして以上です。最高に刺激のある音を浴びて、そして美味しいカヌレも食べて、非常に充実した一日でした。見てくれて今日もありがとう。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。